野瀬和子8月30日隊は、日本の政治家、自由民主党所属の元衆議院議員、亀井静香の派閥である志卒会に所属した、高知県高岡郡を地長生まれ、1961年3月、高知赤十字高等看護学院卒業し、同年4月高知赤十字病院勤務、同年6月、看護府国家試験に合格。 国立呉病院勤務、呉市医師会看護専門学校教員、医療法人緑風会長尾病院教育部長、社団法人広島県看護協会場無理事を経て、1993年9月から1996年9月まで、医療法人厚生会草津病院看護部長、1996年10月の第41回衆議院議員総選挙で、比例中国ブロックで、 自民党単独1位候補として立候補し初当選。2000年6月の第42回衆議院議員総選挙では、比例中国ブロックで自民党5位候補となるが、比例中国ブロックでは自民党が4議席しか確保できなかったため落選。同年9月、自由民主党広島県衆議院比例区第2支部長。2001年6月、 日本官房連盟広島県支部顧問。2003年の第43回衆議院議員総選挙で比例中国ブロックで自民党4位候補となり2度目の当選。2004年9月環境大臣政務官に就任。2005年の郵政国会において7月5日の衆議院本会議で郵政民営化法案に反対票を投じた。このため政務官を罷免される。 同年8月12日、第44回衆議院議員総選挙に立候補しないことを表明した。2017年4月、朝日賞受賞を受賞した。ありがとうございます。